平州は中国にかつて存在した州。上古の中国の九州の一つに数えられている。具体的な区域については、主来では、聖北すなわち中原から、薪田川にあたる地域である都市、後竹の一である常山を山鎮とするとしている。紀元前106年、全漢の武帝が全国を13州に分割し、各州に市を設置した際、 三世省の大部分と河北省、内モンゴル自治区の一部を平州とし、大元、上等、西川、佐久方、五元、雲中、定城、岩門の旧軍管轄した。また、平州志士とは別についた地方軍についた地方志士が置かれ、最北の広大な草原地帯を管轄していた。全館滅亡後の混乱期には、京都と結んだロカオルが平州北部に割挙したが後に、 三つ竹三角に基準している。五冠になると周知を信用に置いた。三十五年には一日形支部を廃して兵州に編入した。五冠末の混乱期には移民族の侵入が続き、兵州旧軍のうち、二百十五年に支配が境外化したオルドス地方の一日方、上東、五原、雲中、定常の各軍が正式に放棄され、新たに新興軍が設置された。 また南郷土を中心とする移民族の大量流入に対処すべく、曹操は、平州とその周辺にここし、巨否、カバノコ、信仰、大量の五部の郷土居留地を設置し各部に、土卒を設置して統治している。精神末に発生した八王の乱に際しては、隆延が、平州周辺の郷土勢力を、九号、三百四年に、李席において自立し、大前雨とこうした。 その後流用により、長江に封じられた赤緑が平州を支配したが、赤緑は318年に、上国を拠点として自立し後町を建国、ついた大方一帯を分割してつい州を新設した。あと町が滅びた後は、下北東部を支配した三園の領土となったが、同時に前進、五進、夏などの下北西部の政権も落葉周辺に平州を置いていたため、 東西に二つの兵州がある状態が続いた。北儀の時代になると446年に四州、四百448年に、川州が分割新設されるなど、行政区画の細分化が進められた。北州は、兵州を用地として、河北道総管府を設置した。随外が成立すると、当初は二軍九県を管轄した。605年、領州が廃止され、 平州に統合された。607年、軍政志向に伴い、大元軍と解消され、下部25県を管轄した。随代の行政区分に関しては下表を参照。東代は、平州を北方防備の重要拠点として、加藤節度市が設置された。723年に、平州を大元府に昇格、北京大元府として、副都閣の扱いとした。 以後、平州の名称は使用されなくなったが、長教員が、陽気粧として知られる名称の用業を下して、979年に、大元府を根拠とした北館を滅ぼした際、大元府の城塞を破壊し、府から州へと降格させたため一時的に、平州の名称が復活した。1059年に、大元府に最小格したため再び消滅した。ありがとうございます。